B マット学校対抗戦試合番号10番赤コーナー鹿高等学校対青コーナー秋田商業高等学校の試合を行います。B マット51キログラム級小ヶ口蓮人選手対伊藤陽光選手の試合です。試合の結果をお知らせいたします。試合番号0-10 65キログラム級の試合は赤コーナー、飛龍高等学校、岡田拓海選手のテクニカルフォール勝ちでした。Dマット71キログラム級、浅野亮吾選手対野田晴人選手の試合を行います。試合の結果をお知らせいたします。試合番号 B-10 51キログラム級の試合は青コーナー秋田商業高等学校伊藤陽光選手のゴール勝ちでした。B マット55キログラム級渡辺光馬選手対山下修正選手の試合です。試合の結果をお知らせいたします。試合番号 D-10 71キログラム級の試合は赤コーナー飛龍高等学校浅野亮吾選手のテクニカルフォール勝ちでした。Dマット80キログラム級望月俊樹選手対佐藤力也選手の試合です。試合の結果をお知らせいたします。試合番号 B-10 55キログラム級の試合は青コーナー秋田商業高等学校山下修正選手のテクニカルフォール勝ちでした。 B マット60キログラム級宮崎風太選手対菊池博人選手の試合です。
試合の結果をお知らせいたします。試合番号 C-10 60kg 級の試合は、青コーナー日本体育大学柏高等学校佐藤博夢選手の判定勝ちでした。試合の結果をお知らせいたします。試合番号 A-10 60kg 級の試合は、赤コーナー東北高等学校中野瑞希選手の判定勝ちでした。C マート 65kg 級金子春人選手対山下亮也選手の試合です。A マット 65kg 級安藤慎吾選手対長野壮志選手の試合です。ドクター、シーマートお願いします。ドクター、シーマートお願いします。試合の結果をお知らせいたします。試合番号、失礼しました。試合番号 A-10 65kg 級の試合は、青コーナー八幡浜工業高等学校長野壮志選手のひっくりガードホール勝ちでした。A マット71kg 級東誠一郎選手対小川凛太郎選手の試合です。試合の結果をお知らせいたします。試合番号 A-10 71kg 級の試合は、青コーナー八幡浜工業高等学校小川凛太郎選手のテクニカルフォール勝ちでした。A マット 90kg 級山口かなお選手対豊田哲平選手の試合です。Thank you.
エルビーマットただいまのチャレンジですが、投げが、赤の4、ブロックで青の2、で、まあ、ポイント、1で、決定しました。チャレンジ成功です。試合を行います。先ほどの試合の結果をお知らせいたします。試合番号 B の10 60kg 級の試合は赤コーナー四角高等学校宮崎風太選手のテクニカルフォール勝ちでした。Dマット 125kg 級遠藤大和選手対武田龍之介選手の試合です。いたします。試合番号 A の10 80kg 級の試合は青コーナー八幡浜工業高等学校豊田哲平選手のフォール勝ちでした。試合の結果をお知らせいたします。試合番号 C の10 65kg 級の試合は赤コーナー
霞ヶ浦高等学校金子春人選手の判定勝ちでした。A マット 125kg 級アグデルマレク・ラファエロ選手対井上響選手の試合です。C マット 71kg 級金子優斗選手対伊藤健翔選手の試合を行います。試合の結果をお知らせいたします。試合番号 A の10 125kg 級の試合は青コーナー八幡浜工業高等学校井上響選手のテクニカルフォール勝ちでした。試合の結果をお知らせいたします。試合番号 A の10青コーナー八幡浜工業高等学校が6対1で勝ちました。試合の結果をお知らせいたします。試合番号 B の10 65kg 級の試合は青コーナー秋田商業高等学校小坂天寿選手のテクニカルフォール勝ちでした。3回戦に勝利した八幡浜工業高等学校は明日の準々決勝に進出します。 B マット 71kg 級門出直樹選手対金成恭介選手の試合です。
った B マットまでお願いします。試合の結果をお知らせいたします。試合番号 C の10、71キログラム級の試合は、青コーナー日本体育大学柏高等学校伊藤健翔選手の判定勝ちでした。Cマット80キログラム級高林志音選手の試合を行います。試合の結果をお知らせいたします。試合番号 C の10、80キログラム級の試合は、青コーナー日本体育大学柏高等学校高林志音選手の不戦勝でした。試合の結果をお知らせいたします。試合番号 C の10、青コーナー日本体育大学柏高等学校、失礼しました、青コーナー日本体育大学柏高等学校バトバイオルナンバルダグワ選手の不戦勝でした。試合の結果をお知らせいたします。試合番号 C の10、青コーナー日本体育大学柏高等学校が6対1で勝ちました。勝利した日本体育大学柏高等学校は明日の準々決勝に進出します。試合の結果をお知らせいたします。試合番号 B の10、71キログラム級の試合は、青コーナー秋田商業高等学校金成恭介選手の判定勝ちでした。B マット80キログラム級赤坂和也選手対近藤俊介選手の試合です。
ンドまでお願いします。試合の結果をお知らせいたします。試合番号 B の10 80kg級の試合は負傷危険なため、青コーナー秋田商業高等学校今野俊介選手の勝ちでした。B マット 125kg級、野瀬隆起選手対堀山明成選手の試合です。
試合の結果をお知らせいたします。試合番号 B の10 125kg 級の試合は赤コーナー鹿高等学校野瀬隆起選手の判定勝ちでした。試合の結果をお知らせいたします。試合番号 B の10青コーナー秋田商業高等学校が5対2で勝ちました。